みかんで今歌った曲はいつかじゃなくて今君に会いたいでした。はい、そしてね、今日はちょっと寒かったところもあるんですけど、だんだん暑くなってきて夏が近づいてきたなっていう近づいてきたなっていう感じが思いますよね。それで、今日は夏にしたいことパート2を紹介お話ししたいと思います。ルリは前なんて言ったか覚えてないけど水鉄砲対決を前回やってたんですけど2つ目にやりたいことは、自分のお家でお祭りみたいに開いて、なんかいちご飴とかチョコバナナとか作りたいです。そう、前回何言ったか覚えてないんですけど、バーベキューって言ってなかった？バーベキューだっけ？あ、するのは、あ、じゃあ、あれの、多分みんなと違うと、何言った？花火大会。あ、花火大会？多分お祭りって言ってた気がしなくもなくもないんですけど、リナも花火したいなっていう感じです。花火も見たいんですけど、自分で火つけてイエーイってやるやつもやりたいです。私はプールをしたいです。彩乃は前回花火大会か花火って言ったんですけど、二つ目は虫がいない場所でキャンプをしたいです。虫いないのが大事です。じゃあ、皆さんも教えてください。それでは次で最後の曲になります。聴いてください、天使のステップ。Thank you.
ありがとうございました。それでは出演者のみんな集合。